セレッソ大阪 U23、 スルーパスを狙ったが、ここは風間、足がかかるがプレーオンだ、アドバンテージを見ている。さあチャンス、高橋来た、時間は89分、途中出場高橋俊太、高橋今シーズンの2ゴール目、勝田醤油スタジアム群馬が大きく揺れます。大歓声に包まれる終了間際の劇的な得点、ニアサイドをついてきた高橋。まずこの風間幸輝の素晴らしいプレーがありました。ラストパスは14番の吉田直也でした。